こんにちは。エゴ2023、2日がもう終わったのかな。帰る人も多分たくさんいて、でも今から行く人も結構いるので、このまま歩いて会場まで行ってみたいと思います。会場ベイサイド E から F というところになります。鉄拳発8、8がプレイできるところすごく並んで、昨日よりも多いと思う。もう今日はプール1で敗退した人だったしが、お、ロートシーゲット楽しむということにもなると思うので、こっち側の、いろんなイベントブースの方が昨日よりも混むって当然ですね。結構こんな5年ぐらいだったらまだ素人かもしれない。結構ガチ勢 の、 撮影スタッフを引き連れてる人とかが、なかなか迫力がございます。一応念のためにヒットボックスブースをちらっと、見てから、プールの会場の方に行きたいと思います。いいなぁ。アーケードショップ、ここですね、ヒットボックス。これアタッサさんスイッチが使い換えます。おお、いいシャツか。プレイステーション T シャツゲットです。ちゃんとエボ書いてあります。ありがとうございます。プレイステーション、最初のヒットボックスだそうです。
ックス T シャツは27ドルで売ってるっていうことだったんですけども、M サイズタダでいただいてしまいました。ありがとうございます。ちょっと310番だけは取っとかないといけないでしょう。3、2、7。ガチ君選手と、お会いしてまた写真を撮っていただきましたが、なんと驚くことに、私のことを覚えていてくださいました。広島出身だということで、ちょっとプールに向けて、3時からのプール3に臨む。今からホテルの部屋に帰って、休んでからまた来ますということでございました。頑張ってください。
配信台みたいなのがありまして、それぞれの隣にこういうプールの、ブースというんですかね、が設けられています。一つの、プールというんですかね、まあ4台、つまり2つの試合が同時にできる状況になっています。今も、自由にこう遊んでいる人たちが、プレイしていることではほとんどですが、多分ストリートファイターはまだ試合が残っているところがあるんですね。いずれにしてもプール2がまあほぼ終わりで、次の試合が3時から開始ということで、第3プール、まあ、もうセミファイナルに近いようなプールになると思います。そして今日の第3プールが終わると明日のファイナルに進出するプレイヤーが決定するという状況になっています。ただ今1時半ぐらいです。あと1時間半後、セミファイナルが始まるという状況でございます。遅い朝食を食べます。こちらのスナックバーで買ってきました。ヌードルサラダと、スターバックスのアイスコーヒーとヨーグルトです。締めてまあ41ドル、5600円とかそのぐらいですね。この一角でちょっと椅子はちょっと借りてきましたけども、食べたいと思います。超高級なランチ。続々と選手が集まりつつあるようです。ガチグルさんも今トイレに行きますですね。さあもう人だかりができつつあります。今日の3回戦始まります。すごいスピードで移動する2連勝です。ここは相手です。
your help, sir. Hey, Johnny, you'll be playing winner of this match. Yeah, winner of this match.
I do have a PC now that can run Marvel, so just gotta get back into my house and lend it to my friends and we can put a new motherboard in it. And it can run Marvel. I'm not gonna lie, I am feeling better. He's gonna get this. Well, no, this is actually humbling because this means I would do even worse. I would do even worse. なんかいろいろ勢ぞろいしてます。浦沢さん、アクアさん、ガジ君さん、メモさん、シュートさん、不思議の方の名前がわかんない。金髪の小平さんもずっと後ろを通り過ぎていきました。アフードさんがいなくなった。
Thank you.
次は C、次は C。